スポドーガファンの皆さん、お待たせいたしました。出口真吾の登場です。まずは今日開幕、はい、勝ってよかったね。ほっとしました。やっぱり1号艇勝つとね、うん、これからの先行きもちょっとは、そうですね、うん、明るくなるね、はい。ちょっと無観客のレースで、うん、常滑のスタンドも寂しいかと思いますけど、はい、どう、なんか逆に私はレース集中できるわとか、そんなことはない。レースしてるときはあんまり感じないんですけど、やっぱりみんなそういうな、あ、そうなんですね。終わった後とかがなんかやっぱ叫んでくれる人とか、そういうのは寂しいなって。1レース買って帰ってきたのにシーンとしてるもんね。シーンとして誰もいないから、うん、いつもやったら買ったらなんかあーみたいないる感じの時もあるんで、うん、寂しいですね。あ、それは寂しいな、うんうん、まあでも野手もないしな。まあそうですね、確かにどっちもどっちだまあでもね、みんな船芸一生懸命勝ってますから、はい、今節も盛り上げていってほしいんですが、はい、そんなあの皆さんがもう今回はもうボート場にも行けないし、あのボートピア場外船券売り場も行けないんで、うん、あの家でみんなが応援してるんですけど、はい、出口真吾の家での過ごし方、何かおすすめの過ごし方ある？何してる家で、休日の日とか家でおるときは。しないようにです、ね、無趣味？無趣味です。ボートだけが好きなの？ボートだ、 JLC はずっとついてるんですけど、家おるときは、はい、それ見ながらスマホでゲームしてます。あ、スマホでゲームしてんねやながらで、はい、ながらゲームでもずっと JLC を見てんねや。うん、なんかテレビあんま見ないんで、とりあえずつけとくって感じだけなんですけど、うん、基本的にはずっとついてますね。もうあのほとんど の、 あのカメラの向こうの人と同じ生き方やで今、うん、そうですね、買わないだけで買わないだけでずっと見てるかもしれないどうですか今節、上に行けそう？なんか前件からちょっと乗り心地に違和感がすごいあるんで、うんうん、1走目も逃げたけど、うん、なんかまだしっくりきてなかった。2走目、あ、いいなって感じ で行ったんですけど、うん、全然合ってなかったですね。まあでもこう会うたびに一段一段階段を登ってる感じがあるから、ね、まあ、まずはここ準優トップは目指して。そうですね、せっかく初走買ったからね。はい、はい、それではじゃあファンの皆さんにメッセージを。はい、画面越しから、しか見れないと思うんですけど、一生懸命走るので応援よろしくお願いします。出口真吾選手でした。ありがとうございます。ありがとうございました。